PZ68 はスイスの配備していた主力戦車である。パンツァー68とも呼ばれる。開発は1960年代にエージェナシ社コンストルークシャンズワークシタットさんが担当した。派生型にパンツァー68-75、パンツァー68-88が存在する。PZ68 は1951年に開発開始された。 PZ-61 を設計の基礎とする車両である。本社の開発は PZ-61 の導入が成功裏に終わった直後から開始された。改良点はより後期となった立体、スタビライザー化された手法、また初期の PZ-61 が装備していた同軸 20mm 機関砲の代わりに第2の機関銃を導入したことである。 干渉装置にはサラバネとダンパーを1本のシリンダーに収納した独特な方式を用い、最低地上高は 40cm であった。名称の由来である1968年に、スイスの議会は170両の導入を決定した。PZ68 の配備は1971年に開始された。1977年、第二次のバッジが生産された。 1978年から1983年にかけ第3次または第4次のバッジが続いた。最後の2ロットは AA3 及び AA4 または PZ68-75 と呼ばれる。最も重要な回収はより大型の砲塔の開発であった。70年代後半、オーストリア陸軍は PZ68 に対して 若干の関心を示したものの、しかしシステムの欠陥が公表されたために導入は見合わせた。1992年 PZ68 は再度の現代化改修プログラムを受けた。これは新規に射撃管制装置を導入するものであり、その内容は新配備される PZ87 で使用される火器管制装置と同じものであった。この新しく改修された形式は、 PZ68-88 と故障された。PZ68-88 への回収にもかかわらず、本社は PZ87 の配備の後に補助的な任務へ着くこととなった。すべての方の PZ68 が2003年までには退役となった。大陸軍に約200両を売却することが検討されたが、この取引は承認されなかった。これにより車両は、 武装を取り除いた上、2005年にスクラップとして売却された。総生産台数は、各型合わせ390両、内195両が PZ68、88であった。PZ68 は、いく両かが現存し、軍関係の博物館で見ることができる。また、払い下げられた車両には、映画撮影用に、 第二次世界大戦時の戦車に似せて改造され、映像撮影用やイベント用のレプリカ車両とされたものが複数存在している。1979年の夏季の間、スイスで高く注目される週刊誌、ウェルウォッシュ氏は PZ68 の欠陥に関する記事を発表した。この記事は、スイス軍機構部隊の当時のチーフが PZ68 が、 戦闘に適しないという結論に達していることを報じた。専門家の一団はこの問題に関してレポートを作成するよう依頼され、何十もの技術的欠陥をリストした。この中には NBC 防御の不十分さも判明しており、搭乗員には戦車の中でも保護マスクの着用が強制された。こういったことは大いに搭乗員の作業能率を減じた。専門家たちはまた、 車両が行動中に変速機のギアが交代に入らないことを発見し、搭乗員に対して交代前には戦車を停止させることを強制した。もっと事態を悪くさせたことには、無線を戦車内で使用すると、砲塔操縦システムの邪魔をする傾向があり、無線の全力使用時には常に砲塔を統制の効かない状態にする結果となった。この記事はスキャンダルとなり、 当時の防衛大臣、ルドルフ・ナギーの辞任要求に至った。ウェルウォッシュ氏の記事の1年前に、もう一つ別の危険な誤りが見つかっていた。暖房装置にスイッチを入れると、手法の撃発装置につながり、砲弾が発砲された。この問題はいくつかのシステムが同じ電気回路を共有していたことに原因があった。幸運にも、この欠点は、どのような事故にもつながらなかった。 スイスのタブロイド紙ブリックは皮肉な見出しとともに PZ68 はその見かけよりもはるかに危険であるとコメントしている前述の問題はほぼほとんどが PZ68-88 への回収時に解決されたフラッグパンサー 68-PZ68 68の車体にゲパルト自走対空砲の砲塔を搭載した車両 試作車が2両生産されたにとどまる。パンザーアーティロリコノン 68PZ68 68の車体に、砲塔形式の 155mm 榴弾砲を搭載。試作車が4両製造されたにとどまる。ブラッキンレジェパンザー 68PZ68 68の車体に可供装置を搭載した。インプニュングスパンザー 65PZ61 の車体を用いた。 戦車回収車。ジルパンザー 68PZ68 68の車体を用いた標的戦車。対戦車ミサイルの演習弾射撃で同目標として用いられた。操縦手1名で操作されたが、模擬砲塔には観測員1名も同乗できた。デアパンツァー、デアフォンゼルバショース。ありがとうございます。